フォーカス M 実況の桜川姫子です。そして本日の解説は友竹正治プロが務めます。友竹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M シーズン6、14回戦、東杯の開始です。なお、ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。さあ、席順はちーちゃから瀬戸くま、なんちゃんに川原、シャーちゃんに佐々木、ペイちゃんに山田という並びで14回戦がスタートいたしました。ドラは3走。13回戦と同じ並びですよね。本当ですね、全く一緒ですね、はい、さあ、ダブトンを重ねましたよ、はい、ただ統一が多い。13回戦のね、オーラスやっちゃった感が残ってなければいいですけどね、はい、瀬戸君のところは。そうですね、積極的にいくかな。ラブトンだから1枚目からポンするかもしれない、ね、かもしれない。ちょっと難しいですよね、統一。桜井さん泣くんですか？私はもうダブトンは結構泣きたいんです。私泣きたいですよね。泣きたいです。あの、なんかトン頭の形だったら小型がホッとするじゃないですか、うん、だからそれはね、嫌なんですよね。僕もなんかダブトンをポンした私にみんながどんな打牌をしてくるか見たく見たくなっちゃう。私がお姫様よってそれもね。まあそれはありますよね。小型の対応を見たいっていうのはあるじゃないですか。なんかね、チートイチになるのかどうなるのか。はい、川さんがイーシャンテン、ね、イーシャンテンですね。まあマンズが生まればね、ウパーマンが生まれば問題ないんでしょうけど、サブローピンでテンパイ取るでしょうけどね、はい、カンチーピン生まった時どうするかですよね、うんうん、一応短期のテンパイ取るんですかね。さあ、ここは9万を切って、うん、一応これ単ヤオになりましたから、あ、ここはパーピンを切ってジャントを広く求めた感じですかね。そういうことですね。チーピンの受け入れはなくなりますけど、はい、さっき言ったローワンチーワンの短期待ちはしたくないってことですね、うんうん、いやー、統一増えてきましたけど、チート率イーシャンテンですよね。3万を切ってイーシャンテンですが、うん、一応テンパイですよね。一手狩り3色ですけど、カンウワンでどうするんですか。取らずもありますね、イーワン切って。友竹さん何切ります？私イーマン切りたい。あ、イーマン切りましたね。これだとね、前順パワーピン切ったのはもしかしたらってなっちゃう。ちょっと痛いか、はい、要するにマンズを厚く持ちたいと思ったわけだから、はい、今取らない選択肢もあった。一応カウアに取っとく選択肢もあったかなっていう。ドラ、これはチートイツになりそう、うん、いやですね、ダブトンドイツなのに、うん、なんかね、チートイドラだったらね、うん、まあいいかってなるんですけど、うん、なるけどドラ短期でもこれ多分セテコモがリーチいくと思うんですけど、はい、これはドラと自敗の3頭立てにしましたね、うんうん、さあ、これまた選択、チーマンを切るかローピン切るんじゃないですか。ローピンウパーは引いた時にウパーは残るんで、はい、ローピンズの方がね、やっぱちょっと切れてますから、うん、形がね、良くなる可能性は低いんじゃないかっていうね。なるほど。あ、違った隣、まあ、佐々木くんも赤ウーアンどうするかですよね。そう、ポツンとマンズが1個ですね。 ありがた迷惑ですよね。トーンを重ねたのは山田、これはもちもちの形、うん、だからテンパイした、嬉しい。これウパーワンで、あ、あ、ウパーソチーワンにした。なぜですか。さあ、川原が先制リーチをかけてきました、うん、町はウーパーソチーマン、なんでなんだろう。ってことですね。で、あ、町が。へえ、面単ピンの形にしなかったですね。ちょっと意外な選択でした。ただ2枚目のローワンはマンズはちょっとね、嫌に思うでますよね。1枚切った後に2枚目が後から出てきてますからね。はい、これで6が3枚見えて、チンマンがワンチャンスになったが。いや、なん、あ、これで筋にもなった。うん、ただね、6万引っ張る理由は何ってなりますからね。ああ、なるほど。あ、これ6が全部見えた。うん、
1万って誰も持ってないんですね。山に2枚、だから本人としてはウッパーマンよりいいってことですからね。すごいですね。私それでも面単品にしちゃいそうなんですけど、ウッパーソンもこれ意外と残ってるんですよね。パーソンがウーソンはないですから、ウーソンはないけどパーソンが3枚残ってるでしょ。パーソン2枚、2枚か、1枚切れてますからね、うん、4枚もある、はい、4枚もある。ただチーマン誰も持ってこないね。持ってこないです。ウッパーマンは1、2、ウッパーマン1、2、3、4、5、ここに来ましたね。だったんだ。チーマンがここに、山田くんとこ来ちゃったら出そうもないですね。これで、そうですね、山田はすでに受けています。だそういうのもあって多分チーマン切っても同じですから、はい、マンズケアされるなっていうのもあって想像も受けを残したんじゃないですかね、うんうん、すごいな。やっぱり6万が40目で早く飛んでね、出してるのに、うん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 、チーマンがリーチ宣言牌っておかしいなことじゃないですか。はい、まあ、そういう意味ではぼかしたいっていうのもあったんじゃないですかね。回転にいるかな。いや、いたらちょっともうびっくら、びっくりですよ、ね、ちょっとどうですか。あ、いない、ね、え、これなん全部ワンパイですね。はい、まあパーソンはね流れましたけど、瀬戸駒くんところにね。へえ、面白い一曲でしたね。まあ、ね、もう私メンタンピンが大好きなんだ。そうそう、赤があったらもう喜んで両面にしちゃいますね。いや、そういう選択もあるんだなっていうのを姫子の引き出しとしてちょっと、うん、だから自分の捨て牌との兼ね合いですね、うん、面白い一曲でした。最近は盾か、いいですね、8杯、はい、良かったですよ。さあトーン2曲、一本馬、川原の親バンドラバーパーピンです。川原の手にはドラのパーピンがポツンと1個、うん、さあ佐々木は白が統一、統一が4組ですね、はい、さあシャーチャでシャー統一は山田、今赤ウマン来たんでね、はい、これパーピンって3枚残ってるんですか。ですね、川原しか持ってない、うん、あ、これで横の選択も、うん、お、単野ですね、統一落とし、単野を見ながらってことですね、はい、うまくせば五郎七の三色、はい、順を重ねて、うん、管理番のターツを払っていったのは瀬戸駒、まあ、旧ピンの方は後回しにしたってことは、うんうん、ピン図が広がった時の一通を見てるってことですね、うん、なるほど。佐々木はうまく五郎チームは引いたんでね、大物手に育つ可能性ありますね。ありますね。チーソースチー、ん、チーソーとウーピンが欲しいですね。まあ、ウーパーピンスチーピンですよね、はい、チーピンが来るのが一番嬉しいですけどね。でも何引いてもリーチいきそうですかね。はい、もうさっき言った、桜さんが言った、うん、ほら、面単品ですよ。そう、面単品ですよね。それこそ確定じゃないですか。はい、あら、これドラが重なって親の面ピンドラドラリーチが来る可能性もある。赤になったが、なんか悩ましいですね。悩ましいですね。これでチーソ切るんですか。あ、9ピンそのまま、9ピンをそのまま切った。あ、テンパイ、あ、これでドラを切ってリーチ、親の川原が先制リーチです。町はイースーピン、ね、無視ですね、無視ですね、今のローマンは。チーした、チーして、まあシャーの後付けの形、まあ流派でもいいんでね。はい、あ、本州テンパイ取った、スティーソー、なんだなんだ、全部マス交代、まあ、3万を佐々木がポンして、うん、スーチーソーの、チーソーだと高め3色のテンパイ、うん、あー、チーソーが瀬戸熊がテンパイすると出てしまう、もう全部いけますね、これ。お、テンパった？テンパイした。お、シャーと流派でテンパイを入れたのは山田。目まぐるしいですね、これ。イスーピンって残ってますね。あ、数層が出ました。佐々木の上がりとなりました。単野を1000点の上がり、1000は1300点の上がりとなりました。すごいね、今割り切ったね。いろいろありましたね。面単品をポンして、いや、なかなかあの選択もパッとできませんよ、ね、普通3万が安全牌になって、うん、これで単野ピンク3色目指せるぞっていう、うん、はい、
もったいないじゃないですよね、はい、それこそね、うん、ただそれじゃ間に合わないって言ったんですね。そうですね、そのやっぱ見切りっていうのがね難しいんですよね、はい、本州天敗ですからね一応、はい、それで全部押し切ったっていうね。打点がだいぶ変わっちゃうじゃないですか。まあそれよりも親に上がり取らせたくないっていう、ね、なるほど、すごいいいです ね、 ね。佐藤さん曲、佐々木の親番です。ドラはパーソー、山田の手に流派があんこ、瀬戸熊はカハカ、これはものにしたい、ザ・ペーチャ・デ・ペーが、統一は川原、佐々木も悪くはないですけどね。ただもうこの曲はね、親なんでまっすぐ行くと思います。真っ直ぐ今、親のリーチをかわして上がった後で勢いがついてますからね、はい、親のリーチをかわしたっていう意味ではもう1000点以上の、はい、ね、あれありますもんね。要するにそこに何点の付加価値がついてるかっていうのは目に見えてないんですけど、実際はね川原さんの手はそんな高くはなかったですけどね、はい、裏ドラ次第だっていうのはありますけど、上がった方にしてみれば1万2000点の付加価値がついてるかもしれないじゃないですか。その気持ちの方が大事なんですよね。さあ両ピンを引いて9万の方を切りました、うん、まあ嘘がね重なってくれるか、周りを持ってきてくれれば、うんうん、打点も見込めるんでやる気も倍増するでしょうけどね。さあこれで選択両ピン切り、うん、選択が早いですよね本当に、うん、もう早いですね。うん、あ嬉しい、これでくっつきの形ですね。両増ですか。まあウーピンの方、想像の方がいいってことですか。なるほど、今のもねまた選択が難しい、うん、悩ましいところですよね、うん、イーペイコーとか見るとちょっとウーピン切らないかななんて思ったんですけど、はい、さあその選択がどうなる。いやもうこれでまた広がったが9ピン切ってる、うん、これはつもぎりとなります。今のでもねリアンスを切りそうな感じはしないでもないですけどね。うん、まあ、9ピンは切ってるんですけど、なんかピンズの方が勢いがあるっていうかね、持ってきてるのが。僕フリテン好きだから。あ、そうですね。あ、大正解じゃないですか、すごい。さあ瀬戸熊が先制リーチをかけてきました。町はウーパーソー、ウーパーソー良さそうですね。さパーソーのドラって誰も持ってないんですね。持ってないですね。4枚ウーソも2枚ですよ、6枚残ってます。6枚もいる、あ、惜しい、一発もなかった。あ、これでペアンコにして川原もいいシャンテン。あ、でもローソンを切っていった。あ、三層貫通。これ川原が欲しい三層ですね。はい。これで川原の天敗止まりになってしまう。まあ。あ、出るかもしれない。はい。あ、いや佐々木は。まあ打つことはないでしょうけど。でもローソンの筋なんで三層貫しないでそのまま切る。ここでペー切ってきましたね。だから数層が来た時だけですよね。うん、数層が来れば3層切ってリーチじゃないですか。佐々木がウーソを重ねるもありますもんね。まだあと2もありますから。ウーパーソー誰も持ってかないんですけど。そうですね、佐々木はまっすぐ行ってますね。数ピンも切っていった。うん、まあ前十数ピン山田くんが通してるんでね。あ、通ってましたね、失礼しました。まあその前に通してるから自分がね、数ピン先にまっすぐね、山田くんから出ていくことはないもんね、先に。さあどうだ、あ、天敗リーチといきました。町は数層ウーソーですね。あれ、これもいっぱいいる。だからウーソーも同じですよね、お互い数層1枚自分が持ってるだけですね。あ、違う、数層は川原が持ってるだけだ。ここに来た。ああ、一発も。すごいね。上の佐々木が一発で積もりました。リーチ一発も。裏ドラは乗りませんでした。2000オールの積も上がり。これ瀬戸熊くんは嫌になっちゃいます。嫌になっちゃいますよ。パーソン、どこ行ったんですか？誰も結局持ってこなかったですよね。奥深くに眠ってるってことですよ。いや、嫌になっちゃいますよ。赤赤なのに。ね、サトン三曲、一本馬佐々木の親番が続き、モットドラ、あ、違う、うん、ダブトンがあんこ、赤が一枚ありますね。これは打点がつきそうだ。ドラはパーピンです。
だここはもう必死になってね止めに行かないといけないんで、うんうん、このままね気分よく親を続けさせたらどこまで点数増えちゃうか分かりませんから、はい、とは思いながらも止められそう、あでも山田いいですよ、はい、手配瀬戸熊も白眼子で一面つかんせだもう打点じゃなくて親を止めに行く方が優先でしょうから、うん、どん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 伸びている。これね1万2000点も見えちゃってますからね。そうですね、今流派切りましたね。あの、はい、無理に染めにっていう感じではないんですね。必要がないってことですね、1万2000点あるんで、うん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 、だからソーズとマンズのどっちの形がいいか悪いかわからないじゃないですか、はい、だから目いっぱいに構えたってことですよね。だからカンちゃんペンちゃんが先に上茶から出た場合はチーして、はい、まあ行くとは思うんですけど。全部泣きますか。いやレアピンズは泣かないと思います。泣かない。7万泣きますか。あ3ピンそのまま切ってきましたね、うん、だから比較ができないんですねこれ。うーん、ソーズとマンズの比較ができないからそこは目いっぱいにしておきたい。そっか、なんか結果ペンサンズをいらなくなるから、うん、なんかポンできる範囲残しちゃいそう。まあそうなんですけど こですけどね。だからカンチーマンが果たしていいかどうかっていうのも分かんないじゃないですか。分かんないですね。パーマン早いからちょっと はい、いいのかなとかぐらいですか。瀬戸川君もくっつきのいいシャンテンですね。ね、嘘を切りましたね。これまあ選択ですけどペン三層のですね、やっぱ自身が数層切ってるのを生かしたいってことでね。ああなるほど、三層はまだ2枚山にいる、うん、うん、面白いですね、うん、私ペンちゃん嫌いなんでね。ああなるほどね、うん、3色の時以外は、はい、これでもうドラポンしてペン三層も嫌だな。でもまあ当然ポンするんでしょうけどね。ドラ投げたらもうね跳ね間になりますから、はい、一応テンパイですか。テンパイ。さあ瀬戸熊は自身で白をあんこにしてあチーですね。あチーだ。パワーピン切るんじゃないですか。ドラを切ってテンパイ、はい、さあ佐々木もテンパイ6球ピン待ち。山田は一応テンパイ。テンパイですね。シャンポンですけどね。ただこのチーソーは切ってトラジ、うん、相当嫌ですよね。あ、そう。切っていく。瀬戸熊は関数ピン待ち。チーしてるのが 1,2,3 なんでね、はい、それでピンズ3人って言われてるから3色じゃないなって思うじゃないですか。あ、積もった。佐々木の積も上がり、ダブトン赤ドラ4000は4100ホールの積も上がりとなりました、ね、相当。いやすごい面白いな、うん、うーん、もう本当に止めないとね。うーん、どん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 点数増やされちゃいますから、はい、そうするとこの半茶のトップがねほぼ佐々木くんかなってなっちゃいますね。なっちゃいますね。さあ佐々木の親番が続いております。ドラはウーピン。誰がね止めに行けるかですけど、ね、そうですね。さあ山田は統一3組、まあ 1,2,3 でイーペイコーの可能性はありますけどね。はい、瀬戸くんは両面ターツが豊富ですね、うん、ピンズですか。ちょっと自敗から切っていきました、うん、だそこまでは一色にはこだわらないってことですね、うん、ただ一色にいった場合ドラ色なんでね破壊力はありますけど。これでソーズでメンツができた、うん、まあ赤ウソなんで嬉しいですよね。嬉しいですね。嬉しいですけどピンズがねちょっと重苦しい形が残っちゃった時どうするのっていうことなんですけど、うん、泣いていきますか。これはちょっと難しくなっちゃう。チーピン、これで6球ピンを決めましたね。あ、まあ、サブロー9ピン2度受けみたいな形になるんですけどね、はい、ここは7、8球を見て9ピン残しましたね、うん、さあマンズの1通もあるがシャーを切る。なんか感触は良くないですね、うん、感触は良くないですよね。単ヤオだったかっていうね。何切る。いやローピンの方切っとくんじゃないですか。あ、3万の方ドラウピンですからね、はい、難しい。あ、これでチューンが重なって、ただチューンを泣く形じゃないですか。
ちょっとポンシュはしづらいですよね。どこ払うかっていうのは悩ましいですからね。これで若干ポンしづらい、あ、 しやすくはなった。はい、想像の椅子小さですね。おっと、さあ何切る。いや、数ピン切るんじゃないですか。数万の方、数万、うん、サブロー9ピン最低2枚は必要ですからね。まあ、はい、9ピンは1枚でいいんですけど、また何切るか難しいですね。イーマン切るといいシャンテンですけど、789はなくなりますけど、はなくなる。まあ、お、いいですね。うん、椅子小さですね、うん、これでチュンポンしづらくなっちゃいましたね。はい、河原さんピンズばっかりだね。そうですね。佐々木はチートイツに決めた感じですかね、うん、山田君もこれで3色もありえる。なるほど、ありえますね、うん、あら、すごいよこれピンズはね。まずドラドラになったんですね、川原は、うん、ドラドラ、あ、ドラドラ赤赤ですね。いや、難しいけどな。難しい、うん、これでイーペイコーはあるんですが、想像切りましたか。そうですね、イースーソーが結構場に切れてましたね、うん、3万ばっかりでも9万を狙っている。3枚目のカンパーマンもチーしませんでしたからね。残る形悪いんで、どうするどうする。チュン切るんですか。チュンですか、ローソですか。9万パーマンもありますか。チュンですか、うん、このドラがドラがウーピンの時 のこのピンズ持ってないのなんか嫌ですよね。嫌ですよね、うん、自身がピンズないですからね、はい、他どういう形で持ってんの見たくなっちゃいますからね。チュンチュンと並べていきました、うん、河原さんもねちょっとね形がね窮屈なんでね。そうですね、ただドラアンコにして6キュピン待ちにしたら結構強いですよね。パーピンパーピンと ね切ってますから。テンパイですね。闇天にしましたね。スーチーソー待ち。場に3枚切れてます。瀬戸熊が、お、テンパイだ。テンパイだ。ドラ短期。ドラ待ち、チートイツで、佐々木がリーチをかけていきました。残り1枚ですか。どうですか、これ、スーソー出ちゃいますね。出ちゃいますよね。ね、現物ですもんね。はい、さあ、このスーソーを忍んでいた瀬戸熊が捉えました。ピンフ赤、2000は2600点の上がりとなります。正解でしたね。うん、まあ親の現物だったからっていうのもあるんですよね。なるほど、親がいつリーチ来るかわからないような状況ですから。なるほど、親の現物待ちだから静かにしとこう、うん、よくあるじゃないですか、どっちを選ぶんだったかにね、はい、さっきとは状況違うわけですから、うんうん、親に上がられたくないって場合は親の現物をやっぱり選択する確率は高くなりますから、はい、順番が来る前にね、決着ついてよかったですよね。そうですね、変な牌持ってきたら降りざるを得なくなっちゃいますよね、まあそれもあります。だから親が来た時にもし上がりきれなかったらやめちゃうっていうのもあったんじゃないかと思いますね。トン4局、山田の親番です。ドラはウーマン。さあ、ウーマンドラドラは親の山田、形も悪くないですよ。またね、縦っぽい感じで。縦っぽいですね。瀬戸熊も赤ウーマンがあって形がいい。川原さんがどうするかですよね。そうですね。川原は白をポンするかどうかですよね。はい。お、お、これで、まあだけど観浪湾って嬉しくないもんな。そうですね。6万は川原にあんこの牌。まあウパーワンとかね、来てもいいんで、まあ形は柔軟になりましたけどね。はい。佐々木はちょっとお休みになりそう、手が苦しいです。親番でね、神ちゃんがねお休みになっちゃうと辛いですよ。そうですね。泣きたい牌はもし仕掛けた場合ですけどね、出てこなくなりますから。なんだ。タンヤオですか。うん、まあ一応いいシャンテンですから、ね、はい、後ろ3色あるんで6がいっぱい切る、
2枚切れちゃいましたね。ちょっと動きが取りづらくなっちゃいましたかね。貫禄輪になっちゃったらほぼほぼ上がりはなさそうですからね、はい、河原さん持っちゃってるんでね。スーピンどうする。キューピンの統一落とし、はい、柔軟に構えましたね、はい、動ける形ですよね。もうこうなっちゃうとチーワンとか出たらポンしそうですけどね。うん、佐々木も立て立てと来てます、うん、ローソンは絶対チーしそうですからね。瀬戸熊全くツモが効かないですね。進みません。手が河原さんもいいシャンテンなんですよね。白はポンしてテンパイ取ると思うんですけど、そう、その白がここに貫禄輪固定しましたね、はい、1万2000円は絶対上がるってことですね。そうですね。パーソーいっぱい見えて、うん、急走が見えてないのがちょっと気持ち悪いって感じですか。がアウソーを使いたい、まあ、うん、まあ、取りますよね。はい、ポンをしてテンパイを入れたのは川原三郎荘町。三郎荘三荘がここにあんこ。あ、リーチかけてますね。佐々木がリーチをかけました。ちもり三あんこですね。そうですね。町はイーマンと2品。あ、積もりました。川原が積も上がりました。白300、500の上がりです。佐々木がリーチをかけると誰かが上がるっていう、ね、積もる前に一回も積もらせてもらえない。一回も積もらせても嫌ですよね、あれね。リーチもばっか持ってかれちゃって。ただで2000点献上したようなもんですからね。早い展開でもう何番ですかね。そうですね、早い。第1局となりました。ドラは流派、瀬戸熊の親番です。赤ウーマンがある、うん、今日はよく赤が来てるけどなかなか上がりに結びつきません。さあ、チュンペイ、トイツは川原、まあ、端に行きたい手ですよね、うん、あ、ドラドラ、ここだった。佐々木の手にドラが2枚、うん、さあ、ナンがトイツは山田です。赤ウソがあります。まあ、流派はそう簡単には他からは出てこないでしょうからね、はい、そうですね。川原もこれちょっと想図いきますか、うん、想図になりそうですね、うん、まあ、だけどまっすぐね、佐々木が手を進めるでしょうからね、はい、さあ、親番の瀬戸熊ですがまたチートイツになりそうな、うん、頭痛いですよね、はい、どっちすかずはメインホンチートイツみたいになってきました、うん、川原なんとなく1枚目はポンしづらい形ですよね。そうですね。うん、マンズの両面ターツできましたが、うん、切っていきました。9万切った。シャンポンを残したってことですか。うんうん、またここもね、なんか嫌な感じになってきましたね。そうですね。赤。どうしますか。一応これメンツでもなんとかなりそうですよね。スチームとか引ければ、うんうん、欲しいのはスチームとサブロービーみたいな形になってますけどね、はい、さあ、ヌラドラの佐々木の手がだんだん進んできましたよ、うん、これもうあんま嬉しくない、ね、嬉しくないですね。ただゴロシの可能性があるんで、はい、一応はっていうことですよね。ソリアン像があんこになった。これで仕掛けもまたあるかもしれない。一つあんこになればトイトイ含みでね、はい、ポンはしていくかもしれませんけど、これどこ外すか。ウーピンを。ウーピン。いいシャンテン。いいシャンテンですけどね、なんだかいいんだか悪いんだか。いやー、想像伸びましたよ。シャー切るか急走切るかですけど、急走の方やりましたか。まあどっちが重なるかっていうのもあるんですけどね、はい、さあ、これで山田もいいシャンテン、うん、あれ反面になった。どうしましょう。ロ急走がねあんまり良くなさそうなんでね、はい、両ピン切って一応っていうのもありますけど、シーソーの方やりますね。難しいですよね。あ、あらあら、いいシャンテン、うん、チュンペイですか。チュンペイ、うん、ペイ1枚切れてる、うん、チュンも1枚切れてる、はい、あ、これここで山田が先制リーチといきました。町はスーチーソー。
全然間に合ってるんですね、佐藤君はね。いや、もうこれどうします？いや、行きづらいかな。ドラが結局残っちゃってるんで。そうですね。まっすぐだったらもうローピン切るしかないんですけど、やめましたね。やめましたか。あ、一発キャッチですね。いや、スチーピンですよね、残ってるね。あれ？あ、すいません、失礼しました。山田の町はスーチーピンです。テンパイだ。あ、チートイツのテンパイを入れたのは瀬戸熊。ウーピンタンク。あ、現物だ。こっそり現物だ。ただ、パースは目立ちますよね。そうですね。あ、出た。あ、佐々木から出た。瀬戸熊の上がりとなりました。チートイツ赤赤9600点は、の上がりとなりました。こっそりしますね。現物でしたからね。いやー、なかなか厳しいと思いましたけど、上がりに結びつきましたね。ね、うまくね。はい。山田君もね、当然リーチは打つんですけど。さあ、難一局一本馬、ドラは急走です。だから結構難しいですよね、リーチってね。難しいですね。相手の欲しい牌が出ちゃうこともありますからね、はい、どうしてもリーチによって。普通にかけないでいたら出ない牌が出てきちゃうこともあるんでね。佐々木もドラドラでしたけど、リーチに対して、あの、陰現物を抜いたら当たっちゃったみたいな感じで、ちょっと ね、親からロンの声かかると嫌ですよね。嫌ですよね。さあ、川原は4トイツになって選択。見ないと。見ないと。チートイツ好きじゃない。うん、さあ、ここもトイツ多いですね。3組トイツ。親の瀬戸くんはまた赤があって、ドラもある。まあね、今ね、佐々木くんから9600取ったんでね、はい、トップが。かなり近づいてきましたからね。そうですね。なんとかもう一回っていうね。うん。トップ目からこれローソー切るのか。難しい。何を切る？ローソー切りとしました。うん、上の三色があるんでチーピン切りたくないですよね。うんうん、なるほど。ピンズの上持ってきたらもう4-6って払うでしょうから。7。7は嬉しくないな。何切りますか？つも切りますか？あ、6。ローソーを。ペンチーソーへの布石みたいな、ね。あ、なるほど。ただね、ドラが9だとね、6-6って切られてもね、7が使えないからっつって、簡単には出てこないんですけど。はい。だから3色への変化も見ながらってことですよね。すごい、6-6-4ってもう、チーソーの布石を。いっぱい。あ、これまたチートイツみたいになってきましたね。佐々木。あ、9が重なった。まあこれは8ですよね、さすがに。あ、なお切って目いっぱい。まあローピン引いたらイーペイコのテンパイなんですけど。うわ、ドラいらない。どうしよう。切った。ただこれは泣けない、瀬戸くま。これで佐々木君がここでドラ切っちゃうと、あ、マンズの1つもある、パーソーでドラ固定ですか？チーピン切るんじゃないですか？あ、そう切った。全然当たらないですね。どこに魅力を感じてるかみたいなとこなんで。そうですね。だからウーピン、チーピン引いた時にシャンポンでいくのかっていうのがあるじゃないですか。1枚ドラ切られてますけどね。だその時の宣言牌パーソンになるんで弱いじゃないですか、はい、短期もあるかと思うからドラは出にくくなりますよね、当然ね。これでまたメンツでもあるようになりましたね、佐々木。だすんなりテンパイし、ね、迷わない形でテンパイしてくれればいいんですけど、ローピンももう2枚出ちゃってるんで、カンローピンになってもあんま嬉しくないじゃないですか、はい、まあ、取ってやみてんって感じですよね、はい、しぶしぶテンパイだけは入れとこうかなみたいなね。あ、白出て、ウーマンですか。はい、さあ、川原が白をポンしてイーシャンテン。まあ、合わせない。うんうん。
点数はないんですけどね、河野さんの手はね。はい。ああ、セットプマが欲しかったパーピンが、うん、あ、欲しいかどうか分かんないですけどね。一応パーピン来た方がありがたいですよね。そうですよね。ただ9ピン3切れか、うん、3枚見えちゃったんで。さあこの急走は川原が切ってる、うん、はい。ここでパーマン無理はしないですね、はい、形があんまりよろしくないですからね。河原さんのシーンも意外とないんですかこれ。サブローピンとかも川原のシーンはサブローピンローキューマン、サブローピンがちょっとないですよね。数が少ないですよね。7枚切れてる、あ、持たれてるのと切れてるので7枚、あと1枚しかない。ローキューマンの方がまだ若干ありますけど、9万来ちゃったんで、うん、3、4、これまた誰もテンパイしないで終わっちゃうパターンもありますね。そうですね。あ、テンパった。テンパイしたけどペンチ層にするのかな。リーチシャンポンでリーチといきました。親の瀬戸熊がリーチをかけてきました。町はドラの急走とウーピン、ウーピンが1枚残ってるんですか。いや、ウーピン残ってないね。ウーピンないですね。山にはないんですね。急走ここにありますからね。急走ドラですからね。山田はすでに山田くんから出ることはないですよ。はい、受けている。チーマン、チーマンって強いですよね。そうですね。チーマンはウーマンのワンチャンス、あ、ノーチャンスか。ウーマンが自分の目から4枚見てる、うん、見えてる、ね、他から見たらすごい強く見えるじゃないですか。はい、まあそういうのもあるんでね。まあ山田くんだけが知ってるワンチャンね、ノーチャンスなんですけど、ね、他からの人から見たら、え、チーマン、うんうん、なるじゃないですか。なりますね。さあ親の瀬戸熊、一人転敗で流局となりました。まあ上がれなくても仕方ないかなっていう、ね、はい、転敗できてよかったっていう感じですね。そういうところですね。親が維持できたのは大きいと思いますよ、はい、瀬戸熊の親番が続きます。難易局日本馬です。ドラはチーピン、どうですか手配は。こちら川原の手配、ドラメンツかなり、はい、完成しました。あ、ハクトン、イーマンと統一は佐々木の手配、本質ですけどね、はい、こちら山田は難が統一でした。ちょっとね、維持したのはいいけど手がちょっと重くですね。わー、高い点になりそう。川原の手配、佐々木くんは打点が見込めないんで。お、難を自力であんこにしたのは山田です。早くこの回は自分が上がって終わらせようということですね、うんうん、そうですね、うん、白出ましたよ、ポンポンしますね、はい、佐々木がポン、いいシャンテンです。まあカンチーマン残っても転敗取るだろうな、多分な。お、いい、これでジャントを決めて、両面と両冠の形のイーシャンテン、これでポンザイ残しますか。残したイーマン1枚切れてるんですね、はい、まあ、トンポンした時にトンシャンポンにしますか。トンをポンしてシャンポンテンパイですね、イーマンローマンのシャンポンでテンパを入れたのは佐々木。さあ何があんこだが、河原さんがリーチって言った時に佐々木くんが攻められるからですよね、うん、まっすぐ言ってますね川原も、まあ、さっきはね親に対して向かっていきましたけどね、はい、それから弾みがついて点数増えたんですけど、この曲に関してはまあ河原さん子供だから行くのかな。ドラドラ赤ですからね、川原は行きそうですよね、うん、
サブローマンが入った時どうするのかをちょっと。いやもう見た目上はパーソンが2枚見えてるんで、あ、そっか、官労層で、はい、そっくり行くんでしょうかね。行かないような気はします。あ、積もった。簡単に積もりましたね。積もりましたね。白天パネですね。400、700は600、900の上がりとなりました。速攻が決まりましたね。すごいですね。赤ウーマンとかがあるから、カンチーマンに一旦受けてみたいな。まあそれでもウーマン来たらローマン切ればいいだけだから、スーマン来た時にどうするかっつってもシャンポンのまんまでしょうからね。赤ウーマン引いた時だけ両面に変える、はい、要は E1 の方が他の人が使いづらいから出やすいんじゃないかと、自身で積もれるとはほぼ思ってないでしょうから、なるほど。7、2曲ドラは急走です。川原の親番となりました。後の受けも考えてたと思うんですけどね。ああ、なるほどね。誰かからリーチが来た時にってことですね、はい、さあ、7、8、9が見えるが、赤ウソを持ってきて、またちょっとお話が変わる。なんかね、ほんと上とかやりたい時にね、嬉しいような嬉しくないようなちょっと遠回りになる感ありますよね。あ、これでも嬉しい。まあこれは嬉しいですよね。ただドラ級走なので、そこはまだ伸びたらいいなっていう感じですか、はい、パーソン引ければね、うん、まあもしくは球速が重なれば一番いいんでしょうけど、はい、3色にこだわりしてもそんななさそうですからね。さあ瀬戸熊はちょっと赤ウーピンも持ってきましたが、形がまだ厳しい、うん、まあさね、13回戦でオーラスでね、マンガン積もって一発で逆転ちょっとになった勢いっていうのはね、この回も見せられるかどうかですけど、はい、あ、これでまた 7,8,9 見えてきた。3ピン、4、E ピンとかで、あ、9万、 7,8,9 見切りましたね。ね、あ、本一に行っている。ピンズの方がいいってことなのか。山田がピンズの本一へ向かっております。行きますよね、うん、おー、ペンも重なった。嬉しい、うん、お、これで官老ピンを引いて瀬戸熊もちょっと前進してきました、うん、ターツ外しは見せなかったってことですね、山田君ね、はい、ローマンチーマンってね、続けて切っちゃいそうですけど、そこはやっぱ続けて切ると本一、うん、まあね、あれですですよね、ケアされますよね、うん、どうしてもね。ちょっと痛いですか、うん、まあ難しい選択ではありましたけど、どっちを外すかみたいなね、親としては一メンツ逃したのはちょっと痛いのは痛いですけど、これでピンズが両冠になる。難しいんですよね。佐々木がノータイムでドラ切ってきましたね。いらないものはいらないっていう感じですね。後で切ると危なくなるんで、少しでも早く処理したいっていうね。これイーシャントに構えるんだったら3万ですけど、どうしますか。カンパーソンがあんまり良くないんだったら数ワンの起きて柔らかくしますか、うん、ドラ表示牌と川に1枚パーソンが切れてます。友竹さん何切りますか。数ワン切るんじゃないですかね。あ、E ピン、E ピンの方としました。両ピンが1枚切れている。またチート率みたいになってきましたが、まだメンツでも残っている、うん、まあ、ドラ2枚目のナンはポンしそうですけどね。ドラ切りそう。山田もドラをつもぎっていきます。9のドラですから比較的ね、使いづらいっていうのもあってポンもされづらいんで、はい、ポンした人はなんか特殊なことやってるわけじゃないですか、うん、さあこの3層を佐々木勝ち、南流で上がるって感じですね、はい、どちらでもね、いいんでって、うん、1枚ずつでこの流派が出る可能性はありますよね。もう立て立てきますね、メンツができたかと思えば、はい、親がリーチ来た時にはね、流派は現物になってますからね、はい、あ、テンパイ、うん、なんと流派のシャンポンでテンパイを入れたのは佐々木です。あ、どっちも当たる、うん、まあ安いですけどね。安いんですけど、うん、選ぶんだったらリーファーでしょうから、ダブナン、ま
まあそれもあるんですけど、ですからね、ただ本人がチートっぽく選ぶんだったらリューハですね、はい、ここは佐々木の上がりとなりました。リューハ1000点の上がりです。今のはね、機敏でしたよね。機敏ですよね。酸素地位からね、選択が早いです。ドラムをスッと切って、はい、もうこの回は親を笑って、ね、流すってい う,、うんうんうん、もうそこに重きを置くってことですね。あら789、あもうこれはいきますよね、はい、ドラは6万です。おおおお、トンからこいつにはしないで鎮痛にしようってことですか。そうなん、そういうことなんですか。まあそこまで欲張んなくてもいいかなっていうのもあるんですかね。4と4だから目立っちゃうっていう感じもありますか。まあそれはあると思います。さすがにこれは4件で、うん、4でトンカさんだってもね、こいつだけになりそうじゃないですか、はい、パンパイではないんでね、うんうん、ポンもしたくないっていうのもありますから。佐々木は3ピンの統一落としをしていきます。さあこの山田の手もちょっと難しい手、はい、あードラ、これは嬉しくないですよね。カウハンが残るんだったらあんま嬉しくないんで。嬉しくないですけどね。切っちゃうんですね。あ、トモさんは、はい、うん、いやいや、本日に向かうんだったら切っちゃうんですけど、そこまでの感触がない場合はやっぱりね、他にポンとかチーされても嫌ですから。あ、これどうするんですか。いや、これ数万切るんじゃないですか。チート1でもいける、ね、あ、なるほどなるほど、ドラ重なって、はい、チート1でもいいってことですね、はい。まあ、点数的にはね、ドラドラチート1だったら十分なんで、はい、まあ、1枚目はポンしづらいかな。うんうんうん、あ、切った、あ、切った、もう決めましたね。決めましたね。回ってくる間に決めてましたね、うん、瞬間だけね、重なった時だけはちょっと大事にっていう形でね、はい、もう来なかったらスパッと見切りをつけようってことですね、うんうん。まあ他は嫌ですよね。川原もいい形になってきた、うん、あ、あんこにしましたね。ここで789は見切った、もう受け重視ですね、受け入れ重視ですね、受け入れ重視で広く。友竹さんだとなんか急走切らなそうなんですけど、うん、どうですか。僕はそうですね、切りません。何切ります。パーソーとかローソー、ローソーの方切っちゃいますね。ローソーの方切っちゃう、はい。友竹麻雀研究家なんで、いい僕の好みはですよ、うん、あ、いいの引いた、いいシャンテン、一通もありますからね。どうしますか。でもパーマン切って目いっぱいですね、うん、はい。サブロキューピンがちょっと良くないんですよね。3ピン3枚ローピン2枚も川に捨てられてるんで、うん、自分の欲しいのがねえほぼほぼないじゃないですか。9ピンも2枚出ちゃってますから、はい。さあ、白は絞っていたか、切っていく。これで赤赤ドラになりましたからね、うん、山田も、うん、1枚目はなかなかったですよね。瀬戸くんは想像1枚も引かないですよ、うん、これで目いっぱい2面3面ちゃんの形1通は見切っていきました。さすがにこれサブローキューピンでも地位はすると思うんですよね。お、どんどん伸びる。山田もいいシャンテン、うん、いいとこいっぱい引きますね。おっと、これは嬉しい。2ピンを切って目いっぱいですか。リューハはションパイですか。テンパイラハイをリューハにするよりはリアンピにしたいってことですね。まだテンパってないんじゃないのっていう可能性もあるんで、うん、なるほど。川原もウーマン先切りしましたね。シャンポンでリーチ、シャンポンでリーチをかけたのは親の佐々木、スーソーパーソーです。お、イーソーブーンときましたね、うん、言うこと聞いてらんないってことですね。無視ですか。川原さんがこれちょっとブレーキになっちゃいそうですね。ああ、一発はありませんでした。瀬戸熊くんの欲しい数素がね、佐々木が2枚手いっぱい赤ピンを切ってリーチときました。町はイースーマン、イースーマンは1万と数万が1枚ずつ出ててみんな持ってないですからね。ほんとだ。あ、1万があと1枚、数万が2枚、うん、3枚山、うん、そして
佐々木の町はスーパーソーは、いや、パーソーの1枚ですね、残ってんの。スーソーも1枚ありますよね。あ、1枚ずつあるんですね。はい。あ、1万だ。さあ、ここは山田の上がりとなりました。リーチピンフ一発赤ん？ドラドラドラ、裏田が1万ありますか。1万2000点ですね。1万2000点ですね。はい、1万2000点の上がりとなりました。いい上がりですね。はい、親に向かってます。好勝負でね。そうですね、イーソーも一発目からブンと行きましたからね。千年杯のアクーピンですからね。なかなか怖いですよ、親に。はい、ね。さあ、14回戦もオーラスとなりました。南4局ドラバリアンゾ、また平たくなった。なんか似てますね。似てるよね。似てます、展開が。一時はね、佐々木くんがどこまで伸ばすんだっていう感じだったんですけどね、はい、そうですね。オーラスを迎えてみたら、みんなそんな好き勝手やらせませんよっていうんでね、誰でもチャンスある。河野さんだけがちょっと跳ねまんつもんないと、もしくはね、そうですね、瀬戸熊くんから 5-2 では届かないですからね、うんうんうん、それ以上、6400以上の手じゃないといけない。今回は川原もちょっと手材料がまだ厳しい、うん、だけど13回戦と同じように、いや、瀬戸熊がそんなことはさせんと難を一泣きしていきましたよ。このリードね、ドラドラですね。ドラドラ赤なんですね、うん、瀬戸熊もう十分。シャーは出たらポンでしょうね。もうまっすぐ行くんじゃないですか。はい、さあ時間がないぞ。ただまあ材料がね、まあ揃ってるっちゃ揃ってるんですけど、河野さんがちょっと苦しいかな。苦しいですね。まあ、2着になるにはね、なんとか5200、はい、積もればっていうところですけど。山田も両面カンちゃんのイーシャン点になりましたね、うん、トーンは泣きませんでした。さあ白を重ねて、佐々木も形が整ってきた。馬を切るか、チュンを切るか。まあ、下茶のね、瀬戸熊くんのことを考えたら、馬チーしたと思います？いやー、どうかな。するんじゃないんですかね。行って進みますからね。さあ、また選択。両ピン切りとします。あ、ここで目いっぱい。チーすると思いますよ。さあ、馬をチーして。これでも材料ありますから。ローピンですか。はい。はい。シャンテン。このシャアは、ポンテンが入るぞ。チートイツがあるんで。まあ、馬切りとしました。チートイツもしたくないな。したくないですけどね。受けましたか。受けたっていうか。佐々木くんもね、5200以上にしなくちゃいけないんでね、積もるのがね。だから白自身断固にしても1000-2000になっちゃう可能性ありますからね。なるほど。ああ、どうしよう。一応天敗ですね。天敗ですね。9600ですね、これ。町は関数ピン。受けてますか。なかなかシャアを切ってもらえませんね。数ピンって、あと1枚ですか。あ、シャンポンなった。積もれば3。トンとウーソー5-5のシャンポンですね。5-5シャンポンですね。ウーソーとウーピン。残ってますよね、これ。ウーソーが1、2、1枚ずつかな。うん。あ、テンパイ。シャートドラのリャンゾー、ドラのリャンゾーって誰も持ってないですよね。なんかね。でシャーも川原が持ってるだけ。なんかこれ打たないですね。もうずっと打たないで。打たない。もう、はい、打たないって決めましたね、あのシャーは。はい、ドラとシャー。山田君もリーチいかないですよね。そうですね。なんだ5万。これがだから難しいところですよね。相手を止めた方がいいのか。難しいですよね。難しいですね。黙ってて出てくるような牌じゃないんでね。はい。5-5シャンポン、うん、
トラシャーシャンポン、どっちが勝つ、どっちが強いんですかね。佐々木くんもいいシャンテンで、これ転敗したらどうするんですかね。そうですね、カンウソにするのか、マンズが埋まった場合ね、うん、シャンポンにするのか、うん、サンピン、シャンポンにはしないか、スーソが2枚出ちゃってるからね。そうですね、うん、やめに変わるが、6、7、8を見て見たかったけど、どうしますか。6万が打てるかどうかだけですね、2人に対して。厳しいと思うんだったら数層切ると思うんですよ、うん、6万切ってきましたね、うん、8ピン、もうリーチ しちゃおうかなっていう、うん、ちょっとお、空切りしましたね。河原さんのシャワーもう最後まで出ないと思いますね。もう一番左に行っちゃいましたもんね。さすがですよね。でもね、うん、なんか嫌なんでしょうね。顔出さないのも不思議ですからね。うん、他の二人が持ってった場合は止まらないと思うんですけど、うん、ニスは大丈夫。あ、ショー積もった。ここは瀬戸熊の上がりとなりました。なんとドラドラ赤、ダブナンドラドラ赤、2004戦の積も上がりとなりました。まあ、ほっと一息ですね。はい、以上の上がりをもちまして、トップから瀬戸熊、2着に佐々木、3着に山田、4着に川原という並びで14回戦が終了いたしました。はい、今日の戦いもなかなかね、見どころが多くて面白かったんですけど、友、ね、竹、ね、さんどうでしたか。まあやっぱり一人相撲にならないっていうかね、うん、あ、みんなで奪い合って、結局終わってみればそんな大したことないと、うん、まあ一人が突き抜けるような展開にはならなかったんですけど、そうですね、なんかね、うん、2戦ともオーラスになったらみんな条件横一戦みたいなね残るという、まあ、今川原さんもね、しっかりシャアをやめて ね、うん、シャアいつから当たりなんだろうって思いますもん ね、だから早打ちしてたらポンだけで済んだんですけど、はい、だ、山田くんのリーチがあったのかなっていうところですね。山田くんはそこを悔やんでるかもしれないですね。そうすると3万とか打てたのとか、チーマンとか打てたのっていうのもあるじゃないですか。だからどうだったのかなっていうのはありますよね。つもりさんこになった時点でリーチもあるかなっていう、はい。さあ成績表の方が出ました、うん、佐々木がちょっとマイナスしてしまいましたね。トータルが 69.4 ポイントとなりました。そして本日初戦だった瀬戸熊はプラスを伸ばしましたね、はい、トータルが 65.5 ポイントとなりました。そして2戦目だった山田ですが、今日はちょっとマイナスが増えてしまい、マイナスですね、43ですかね、43でマイナスになってしまいました、はい、ただトータルはまだプラスで 14.6 ポイント、はい。そして本日初戦だった川原ですね、トップラ ス、 ラスですね、4みたいなね、はい、でもちょっとプラスですね、はい、4.1 ポイントのプラスとなりました。はい、まだ始まったばかりですので ね、 先は長いので、この後どういう感じで、いろんな選手もまだ出てない選手もいらっしゃいますので、まだ楽しみですね、はい。まあ、みんなね頑張って上位目指したいでしょうからね。そうですね、友竹さんもまだなんで、まだなんでね、はい、僕今回出番少ないんで。あ、そうですか。いや、わかんないです。ただね、まあ、全然わかんない。上を目指してね、はい、プラスをしていってもらえたらなと。前期はね全然いいところなかったんでね、うんうん、今期はねまた頑張りたいと思うんですけどね、はい、友竹さんの赤ありマージャン打つのを楽しみにしている人がね、いやいや、もうすぐ切っちゃうんでね、ここにいるんでね。もう私は本当楽しみにいつも友竹さんの赤あり見てるんですよ。すぐ切っちゃうからと。すぐ切っちゃうんでね。なので、はい、頑張ってください、はい。それでは次回のフォーカス M15 回戦16回戦のお知らせをさせてください。次回の対局メンバーは白鳥翔、吉田忠、柴田義和、広柴田、以上の4名での対局となっております。実況は田中佑、解説は山井博史となっておりますので、こちらもどうぞお楽しみに。それでは本日の放送は以上でおしまいになります。ご視聴ありがとうございました。